はい、フワットボブの高木です。そしてスタジオドッグランオーナーフォトグラファーの高木です。今回、私のフワットボブも車検が近づいたということでユーザー車検をしようということなんですね。何軒かの店を回って車検について問い合わせしてみたところ、2週間とか多くの店が3週間預からないと車検ができませんと言われ、この期間それだけ乗れないのは、まずいというふうに思いまして、まあ費用が安くつくだろうってこともあってユーザー車検にチャレンジです。工事の機能障害を患う私のこと、工具を持っての作業もかなりパフォーマンスダウンしていますが、こちらが点検整備項目、こちらに沿って事前に点検し整備をして、まずやらなきゃいけないなっていうことがマフラーのノーマル戻し、ところがですねヒートガードの、トルクスを舐めてしまってどうしようって思ってるところで、YouTuber のトトさんにアドバイスいただいて、工具を教えていただいてゲットして、で事なきを得るかと思ったら、ドリルが必要、あれドリルどこに置いたんだろうってね、もうねドリルが普段使わないのに見つけられなくて、で結果的に自分で、作業ができない中、親切な方にお世話になってマフラーのノーマル戻しを行うことができました、ね、ドカティに乗りながら、ね、最近、長年バラバラだったビモーターを購入してご自身で組み上げて、車検も取って乗られてるというね、結構すごい方なんですよね。いよいよ車検当日、ね、事前にトトさんに伺ってテスターやで工軸調整してからコースに臨みます、ね、前に CB がいますけどね、ドキドキして順番を待ってるタイミングなんですね。今回は構造変更ということでハンドル変えてるんでね、全幅が変わるということで構造変更ということで、ね、書類書くのはね、まず無理な私ですから、代書屋さんにお願いして書類は全部用意しました。おかげさまで、車検を取ることができました。かかった費用はこちらに書き出してますね。トータルで2万円かからず、車検を取ってこれから2年乗ることができます。ありがとうございます。終わって帰り道、熱田神宮で、車検取得のお礼と報告のお参りです。ではでは。この時結構脳疲労起こしてたんですけれども、同時に車検が取れたということで心地よい達成感にも包まれておりました。